先生、今日もおすすめの本を教えてよ。ふむ、そしたら今回は太宰治の短編集走れメロスから駆け込み訴えという作品を紹介しよう。早速あらすじを話していくぞ。この物語はとある男が以下のように訴え始めるところから幕を開ける。申し上げます、申し上げます、旦那様、あの人はひどい嫌なやつです、悪い人です。ああ我慢ならない、生かしておけねえ。私はあの人の居場所を知っています。すぐにご案内するのでズタズタに切り裂いてやってください。あの人は私の師です。年齢は同い年なのですが、今日まであの人にどれほど意地悪くこき使われてきたことか。あの人は傲慢だ、アホーなくらいにうぬぼれやだ。あの人に一体何ができましょう。何にもできやしないのです。もし私がいなかったら、あの人はとうの昔に無能な弟子たちとどこかの野原でくたばっていたに違いない。その日のパンにも困って、私がやりくりしてあげないことにはみんな飢えてしまうだけじゃないか。それなのにあの人からは私に一言のお礼もない。ただ私はそれを恨んではいません。あの人は美しい人なのだ。私はあの人について言ったって何の得もしないことを知っています。それでいながらあの人から離れることができません。私はあの人を愛している。あんなに美しい人はこの世にいない。私はあの人の美しさを純粋に愛している。それなのにどうしてあの人は私からの純粋な愛情を受け取ってくださらないのか。どうして私をあんなに意地悪く軽蔑するのか。聞いてください。それは6日前にあの人がとある家で食事をいただいていた時のこと。村の娘が香油の入った壺を抱えてやってきて、いきなりその油をあの人の頭に注いだのです。しかも娘はその失礼を詫びるどころか、彼女自身の髪の毛であの人の濡れた足を丁寧に拭き始めました。あまりに異常な光景だったので、私は無性に腹が立ってきて娘を怒鳴りつけました。するとあの人は、この娘を叱ってはいけない、この子は私の弔いの備えをしてくれたのだというのです。その時私はハッとしました。あの人はこの貧しい娘に恋に似た感情を抱いたのではないか。ああ我慢ならない、あの人もこんな体たらくではもはやダメだと思いました。私は悔しいのです。私は才能があって家も畑も持っている立派な青年です。それでも私はあの人のために私の特権のすべてを捨ててきました。私はこんなにもあの人を慕い、今日まで付き従ってきたのに、あの人は私には優しい言葉の一つもくれずに、あの娘のことをかばっておやりになった。もうあの人には見込みがない、この世からいなくなったって惜しくはない。そう思ったら私は不意に恐ろしいことを考えるようになりました。あの人をいっそ私の手で亡き者にしてあげようと思うようになったのです。その翌日、私たちはいよいよ憧れのエルサレムへ向けて出発しました。そうして宮に到着すると、あの人は境内にある店を打ち壊し、商人に向かって、お前たちみんな出て行け、私の父の家を商いの家にしてはならぬと甲高い声で怒鳴り始めたのです。あの優しいお方がこんな乱暴を働くなんて。さらにあの人は周りの弟子たちに向かって、お前たちこの宮を壊してしまえ、私が3日の間にまた建て直してあげるからというのです。さすがに愚かな弟子たちもあまりに無鉄砲な言葉にポカンとしていましたけれども、私は知っていました。所詮はあの人の強がりに過ぎない。あの人の信仰とやらでもってできないことなどないということを周りに見せたかったのでしょう。もはやこの人はダメだ、破れかぶれなのだ。そう思った時、私ははっきりとあの人を諦めることができました。その後、町の長老たちがこっそり集まってあの人を処刑することを決議したと私は物売りから聞きました。さらにあの人の居場所を役所に知らせた人には銀貨30枚を与えるということも耳にしました。あの人はどうせこの世からいなくなるのだ、他の人の手で役所に引き渡されるよりは私がそれをなそう、それが今日まで私があの人に捧げた愛情の最後の挨拶だ。私は私の生き方を生き抜く、身震いするほどに固く決意しました。お祭りの日、私たち指定13人は丘の上の古い料理屋の2階を借りて宴会を開くことにしました。そこでみんなが食卓についていざ夕食を始めようとした時、あの人は立ち上がり黙って上着を脱ぎ始めます。そして部屋の隅にあった小さなたらいを使いながら弟子たちの足を順番に洗い始めたのです。その行動にみんなはあっけに取られた様子でしたが、私にはあの人の秘めた思いがわかるような気がしました。あの人は寂しいのだ、極度に気が弱って無知な弟子たちにさえ
すがりつきたい気分なのに違いない。ああかわいそうに、あなたはいつでも優しかった、あなたはいつでも正しかった、あなたはまさしく神の子だ。お許しください、私はあなたを売ろうとしてここ数日機会を狙っていたのです。あなたを売るなんて私は何ということを考えていたのでしょう。やがてあの人は私の足も丁寧に洗ってくださりました。ああ、あの時の感触、私はあの時天国を見たのかもしれない。そうしてあの人がみんなの足を洗い終えると食事が始まりました。するとあの人はふと、お前たちのうちの一人が私を売ると苦しそうな声で言い出します。そして私は今からその人にパンを与えます。その人は随分不幸せな男です。本当にその人は生まれてこなかった方が良かったと言い、私の口にパンを押し当てたのです。私は恥じるよりはあの人を憎んだ、あの人の意地悪さを憎んだ。このように弟子たちみんなの前で公然と私を恥ずかしめるのがあの人のやり方なのだ。あいつは私にお前のなすことを速やかになせと言いました。そうして私はすぐに料理屋を飛び出しここまでやってきたのです。さああの人を罰してください、もう私は我慢ならない、あれは嫌なやつです、ひどい人だ、私を今まであんなにいじめた。ああ楽しい、いい気持ち。おや、そのお金は私にくださるのですか。その銀貨30枚を、いやお断りしましょう、金が欲しくて訴え出たのではないんだ、引っ込めろ。いいえごめんなさい、いただきましょう。そうだ、私は商人だったのだ、金銭のことゆえに私はあの人からいつも軽蔑されてきたのだっけ。ざまあみろ、銀貨30枚であいつは売られる。私はあの人を愛していない、初めから微塵も愛していなかった。はい旦那様、私は嘘ばかり申し上げました。私は金欲しさにあの人についてきたのです。あの人が私にちっとも儲けさせてくれないと今夜見極めがついたから寝返ったのだ。金、世の中は金だけだ。はいはい、申し遅れました、私の名は商人のユダ、イスカリオテのユダ。というわけで今回は駆け込み訴えのあらすじを紹介した。ただここで話したのはあくまでも本の内容の一部に過ぎない。少しでも気になる部分があったのならぜひ実際に本書を読んでみてくれ。うん、僕も早速読んでみるね。ああ先生、今日はどうもありがとう。